大雲寺は京都府京都市左京区岩倉にある仏教寺院。修士は天台寺門集計単立。三号は朱雲山、または石座山及び岩倉山。本尊は十一面観音菩薩で岩倉観音、観音院などとも称される。縁起によれば、天禄2年に比叡山延暦寺で法映があり、多くの苦行らが古式の霊文の立ち上るのを見た。 中納言日の文判がこれを見て山を下り、霊雲の谷に至った。そこで老二と出会い、その地位が観音浄土の地と知り、ガラン混流の敵地として喜んだ。このことが時の天皇の耳に達し、文判が神格商人を海祖として創建したのに、始まると伝えられ、恩城寺の有力な別院であった。文判は紫式部の祖,祖父にあたる人物。末角は、 藤原篤忠の子で、俗名を藤原助政と言い,い、村上天皇に近似していたが、天皇没後、冷え山で出家した。大文字の本尊十一面観音は、聖武天皇の姿を映した狂気作の一木作りで、また、大和国長谷寺の十一面観音と同じ木で作られたものという代理に伝来した像を、魔覚の祖父にあたる藤原時平が歌手されたものという。また、 大文字混流と同時に陳述者として境内に石座神社を移して祀っている。天元三年には遠友天皇の直眼書となる。栄冠三年には霊勢天皇中宮の須作天皇王女である政子内親王により寺内に観音院が混流された。このことから政子内親王を観音院大号とも称する。真っ赤くのこの門敬法院が 観音院の初代別当となった。内心能の墓は、大文寺の近くに、岩倉寮として残っている。恩城寺調理、保守寺座を務めた、総余計は、観音院総上とも呼ばれ、大文寺、観音院との関係が深かった。天元四年、余計は一門の総数百人を連れて、大文寺へ移ったが、 これは余計らの恩城寺の寺門派と延暦寺の三門派との対立を背景とするものであった。この頃の大雲寺、観音院は49の道東伽藍と千人に及ぶ僧を要した大寺院であったが、その後の寺門、三門の構想により、寺門派の別院であった大雲寺はたびたび陛下に見舞われ、消失を繰り返した。放炎2年には、 当時残っていたガランが全焼してしまったことが、中雨期同年3月12日上に見える。延久元年、御三条天皇の第三王女が狐に疲れた時、大雲寺の関ゼオンに祈願し、大雲寺の井戸の水を飲んでいったところ治ったという伝承、御香水の由来がある。疲れた人たちが、あやかろうと参るようになる。文明六年、落中の今出川商船にあった。 実相院が、応仁の乱の戦果を逃れるため当時の達中であった、聖混合院の跡地である現在地に移転してくるが、以後両者はたびたび対立している。元気2年、織田信長の比叡山焼き討ちに際して、当時も消失している。江戸時代に入り、寛永18年、御水のお天皇の講演を得て、実相院門関義村により本堂等が再建されたが、 1985年に人災により、消失し、旧境内からやや離れた石座神社東側にある、達中法湯院の旧地に移転し、仮本堂が建てられた。旧地地には、余計僧城ゆかりの赤や、不動の滝、周辺には、実相院宮墓、智弁墓、政子内親の岩倉寮などが残る。王子の佇まいはないものの秘仏並びに、地方類すべては、仮本堂に保管され、 農病併与のご利益を求めて全国からの参拝者が絶えない。また、戦後独立して、天台小門州の総本山となって、鉱脈は絶えることなく受け継がれている。この患者の世話をする茶屋などの伝統を受けて、休日を含む周辺には、複数の精神病院が立地している。源氏物語、若紫の巻に登場する。 北山の何菓子寺のモデルがこの寺であるとする説もある。大文字旧像の梵昇は天安二年の命があり、元比叡山斎藤に伝来したとされるものである。現在は佐川美術館所蔵。ありがとうございます。